パチャマでございます。皆さんお待たせいたしました。チャマのサッカートークのコーナーということで、前回前々回わからないですけども、バルセロナにネイマールがボンバーした後、誰がパーパーするのかというところでコウチーニョあげましたけども、コウチーニョがですね、なんと南米版ウイニングイレブンのカバーになったということで、まあ、表紙ですね。それがね、まあ、いろいろありまして、まあ、PES2018 というこちらの画像なんですけども、コウチーニョですね、まあ、ネイマールが移籍するまではバルセロナがメインのカバーで、まあ、コナミは発売しようということで出してたんですよ。で、メッシとかスアレスとかいる中、ネイマールが真ん中にいて、その横にネイマール、スアレス、イニエスタとかで、まあ、バルセロナエディション的な、まあ、パッケージで出してたわけですけども、ネイマールがいなくなってコナミはパッケージを変えなきゃいけなくなった。でもちろんバルセロナは、コナミにパッケージに使っていいですよということでお金をね、コナミからもらっていたところなんで、まあ、コナミ的にはね、ネイマール移籍してどういうことやねんと、まあ、ちょっとね、サッカーだから、まあ、ちょうどこの時期移籍の時期だから、まあ、しょうがないと言っても、普通に考えたら、まあ、訴訟もみたいな、普通のなんかもう他の、まあ、なんかこうお金払ってスポンサーとか CM 契約どうたらこうたらとか、そんなことが、そういうなんか芸能人とスポンサーとかだったらもう完全にね、あの訴訟を起こされるような、まあ、ことが起こってしまったんですけども、まあ、サッカー界で、まあ、今のこの時期移籍がねあるんで、まあ、しょうがないということなんでしょうけども、コナミ的にはちょっとどうしたらいいんですかバルサさんみたいな言ったんですよ。多分知らんけどな、言うやろ普通考えたらどうすんのみたいな、どうすんのこれって言った時に、バルサがつてでコウチーニョを紹介したみたいな、これつまりコウチーニョがもうバルサと契約が進んでいる的なね、可能性が出てくるんじゃないかと。パッケージがボンバーしてるわけだから、もともとウイニングイレブンはブラジル代表と契約をしておりましたので、まあ、そこはいけちゃうっちゃいけちゃうんですけど、なんでブラジル代表のユニフォームを着た、まあ、ネイマールじゃなかったのかとか、まあ、いろいろ考えろ。そこはまあバルサに考慮して、まあ、例えばね、コナミがバルサのパッケージダメになっちゃったってことで、今あるつては誰だろうみたいな、フランスでグリーズマンでもよかっただろうし、あと今出てるのはフランスとブラジルなんですよ。あのライセンスがしっかり取れてるんだろうなっていうのは確認できてるのが、ベータ版で確認できてるのはこの2チームで、ブラジルとフランスグリーズマンでもいいし、ブラジルネイマールじゃやっぱダメだったのかな。ネイマールだったら、まあバルセロナに、え、ちょっとお前待てよみたいな、裏切った、うちのチーム裏、うちとなんかパートナーシップみたいな感じでコナミ、ウイレとバルセロナ契約結んで仲良くしようって言ってる中、もう勝手にどっか行っちゃったネイマールをパッケージにするのみたいな、そういうこと、そこでまあ物言いがついた、まあ、だとしたらバルセロナネイマールにめっちゃ怒ってるよねこれね、まあ、いろんなことがそこから見えてくるわけですよ。で、コウチ、なんでコウチーニョなんだろう。コウチーニョとグリーズマンだったら、俺グリーズマンの方がまだ世界的にこんな感じだと思うんだけど、そこをやっぱコウチーニョにしたってことは何かしらの、あ、そっか、南米版だから、グリーズマンよりはコウチーニョするよね。そうだよね。確かにそうだ、アジアでさ、日本代表とかね、日本で売るときは日本代表って言うから、日本代表パッケージになってるからね。日本版は日本代表パッケージです。そっか、そうだよね。まあ今までね、ロナウドとかメッシとか、そういうクラスの人がパッケージを飾ることはありましたけども、ワールドカップイヤーに出るゲームで、確かにブラジルで発売するゲーム、フランス代表のパッケージにはせんか。せやな。俺自分でなんか問題定義しといて解決しちゃった。これどうしたらいいもんか。今何分ですか動画。ちょっと待って。無理やり、ちょっとコウチーニョがバルサに移籍するって話にしたい。本音出ちゃってる。サムネは頭の中で決まってんの。そのサムネを変更したくないから、もう、なんとかしたいって感じがあるんですよね。
もともとね、サッカーゲームは、まあ、あんまりわかんない人もね、見るかもしれませんので説明しますけども、FIFA とウィニングイレブンっていう2大タイトルがあって、まあ今 FIFA の方がね、世界的に売れてるんだけど、FIFA はね、どっちかというと、ヨーロッパですごい売り上げが良くて、ウィニングイレブンは、日本と南米が売れてるんですよね。だからなんか知んないけど、ウィニングイレブンは、去年とかだと、レアル・マドリドとバイエル・ミュンヘンのライセンスはないのに、南米のよく知らん、クラブは結構入ってたりとかして、南米で売れてるからそこをまあまあなんていうの、めっちゃ金高い金払ってバルセロナとかレアル取れるぐらいなっていうか、まあ契約上取れなかったとかそういうのもいろいろあったらしいんですけど、南米のまあレアルとかに比べては多分金額安い金でライセンスを貸してもらえて、なおかつ、南米で売れてるウィニングイレブンに絶大な効果を発揮する南米のクラブっていうのをまあ選ぶ、まあそこをね優先してたのは分かるんですけども、そう考えたらバルセロナは、まあ、ネイマールいたからコナミ的にはうまうまだったみたいな感じか。そうだよね。まあで、あ、そっか、南米だからスアレス、メッシ、ネイマールいるから、ここやっぱどうなるんだろうね。難しいところなんだけども、コウチーニョか、ブラジル版だけコウチーニョです、あれかで、アルゼンチン版はメッシにしたりとか、そういうことになっちゃうの。ん、スアレスか、分からんけど、あれスアレスってアルゼンチンだよねあれ違う、なんかカバーニがすごい出てくる。スアレスは確かアルゼンチン、あ、違う、ウルグアイだウルグアイだそう、カバーニがすごい出てきて、なんでか知んないけどカバーニの方がなんかウルグアイっぽいっちゃウルグアイっぽいんだけど、なんでなんだろうね。スアレスはなんかバルサって感じの、スアレスイメージしたらバルサのユニフォーム着てるんだけど、カバーニイメージしたらパリス・サンジェルマンじゃなくてウルグアイのユニフォーム着てんだよな。まあ、そんなのはちょっとさておきですけども、これは困りましたよ、ウルグアイ。いや違う、何かしらの可能性があるんじゃないかと。分かった、何かしらの、そういう風に思った人がいると思います。僕もそういう話にしました。バルサがコナミに文句言われ、ネイマール移籍の件でパッケージ変えなきゃいけない、でコナミからバルセロナにちょっとどうにかしてくださいよ的なクレームが入った、でバルサがうるさい、うちうちに合意していた、もうすでに言ったらライセンスを保有しているような形のコウチーニョをパッケージに提供した、そう考えてるやつはあかんよ、ダメよ、それは逆、むしろ逆ね、考えないとちゃんと。あれはブラジル版だから、コウチーニョがブラジル代表でしょ、何フランスのグリーズマンの方がいい、バカタレ、ワールドカップイヤーにブラジル版であえてフランスのエース出す人いますか、はあ、考えがもう表面的よ、もう表ばっか見て、その問題の表ばっか見て、食ってきて中こうやって見ないと、ワールドカップイヤーだったーってすぐ出てくるから、おかしい、おかしいよ。うん、いろいろ調べた結果ね、まあそういうこと出てますんで、でコウチーニョがアンバサダーにパーパーしたということで、これはね、ペス版ブラジルの、ね、バルサのネイマールだったところをコウチーニョにパーパーしたブラジル版のペス、まあウィニングイレブンですね、が、コウチーニョに変わったってことは、コウチーニョバルサと繋がってんじゃないか、そう思った人はノーノー、そんな動画でございました。今日はね、普段はものすごい言われてたでしょ、お前サッカーも知らないくせに語んなみたいな、内容もね薄っぺらいバカタレと、待てと、今日の動画はたっぷりね、尻尾まであんこが詰まったたい焼きのような、中身のいい、しかもどんでん返しのある落語のような、あった今までさ動画でね、えそれだけ聞きたい、もう無理やりうなずいてほしい。なかったよね、サムネ見て、サムネ見て決めるじゃん、サムネとタイトル見て決めて、あ、こんな動画なのかと思ったら逆だったことある、ないよ、まあ、例えばギャンブルとかガチャとかで
誰々を当てるぞっつってて当てなかったことあったけど、あのバルスもうバルサーこうネイマール確定、あコーチには確定ちゃうかって言っといて、そうなんだ、あ このデブはそう思ってんだと思って動画開いて途中から怒られたことある、そう思うなって、新鮮な体験になったのではないでしょうか。今日はこの辺で逃げるように帰らせていただきます。さようなら。パー。